はい、おはようございます。ラスカルでございます。今回ね、撮らせていただく動画の内容なんですけれども、サムネとかタイトルとかにもあるようにですね、コロナの騒動中の動画活動の内容についてです。今回ね、視聴者様から外食動画を上げることについてですね、今の騒動中に上げるのは外出の助長する内容になるのではないかという質問をいただきまして、その内容についてね、少しお話ができればと思い動画を撮影させていただいております。まずね、動画の内容、大前提としてですね、助長するために動画を上げているわけではございません。現在の期間中ですね、活動するにあたってスケジュールを変更してですね、先送りにできるものは基本的にスケジュールをリスケさせていただきまして、今まで取りだめしてあった動画をメインとしてですね、編集をしながら動画活動を行っております。ではなぜこの期間中に外食動画を上げているかと言いますと、事態が収束した際にですね、しっかりと皆さんに我慢した分、外食産業を利用していただきたいと思ってこのような動画活動をしております。今ですね、僕の身の回りのお話が聞けるね、飲食業さんであったりとか他の企業さんもそうなんですけれども、自粛中のマイナスで実際はね、かなり存続が危ないというか畳むんじゃないかっていうお店さんがね、多数ございまして、なので事態が収束して持ちこたえた先にね、できる限り溜め込まずに、こういった僕が動画を撮ってる先のお店さんですとか、お金を使ってサービスを利用していただければと思っております。このコロナ等の事態を受けて、各店舗さんもですね、もともとやっていなかったデリバリーですとかテイクアウトを始めて、少しでも皆さんの元にですね、サービスをしながらも不安ですとか拡大を防ぎながら事業を続けていく努力をしだしているお店も多々ございます。なのでね、少しでもそういったサービスを利用しながら、できる限り拡大を防いで生活していっていただければなと思っております。このままね、事態が長引けば長引くほど、将来ね、病気が収束して人々が元気になったとしても、お店とか国がね、元気がなくなるのは目に見えているので、皆さんもね、一人一人こう協力し合って、一日でも早く元気になることを僕は願っております。ちょっとなかなか難しい問題なのでね、話の取りまとめがちょっと下手な部分があって伝わんない内容もあるかと思うんですけれども、こんな感じで動画を締めくくらせていただきたいと思います。以上、ラスカルからでした。じゃあね。